ズールー戦争は1879年にイギリス帝国と南部アフリカのズール王国との間で戦われた戦争である。この戦争はいくつかの血生臭い戦闘と南アフリカにおける植民地支配の活気となったことで有名である。英植民地当局の思惑により本国政府の意向から離れて開戦したものの英国軍は 初戦のイサンドルアナの戦いで、槍と盾が主兵装で火器をほとんど持たない、ズール軍に大敗を喫して思わぬ苦戦を強いられた。その後、帝国各地から大規模な増援部隊が送り込まれ、ウルンディの戦いでは、近代兵器を用いた英軍が王とウルンディを陥落させ勝利した。戦争の結果、ズール国家の独立は失われた。 ズール王国が存在した南アフリカ共和国、クワズール・ナタール州の地図ズール王国は、現在の南アフリカ共和国クワズール・ナタール州に、住むバントゥ語系民族の国だった。19世紀の初めに、偉大な、ズール族の王釈迦によって建国され、革新的な軍事システムを導入した。1817年から1819年に、かけてのズール内戦では、EN。 ズワイド・カランが率いる EN ・ドバンウェイ王国を破った。1822年、シャカを率いる、ズール人は、クワズール・ナタール州に住んでいた、デベレジンを攻撃し、デベレジンは、現在のトランスバール中央部やプレトリア近辺に来た、移した。シャカは、周囲の部族を征服し、ズール王国の領域は、トゥゲラ側からポンゴラ側まで広がっていた。 1828年に暴君となった釈迦は暗殺され暗殺者の一人であった弟ディンガネカセンザンガコナが王となった。この頃、英領ケープ植民地ではボア人が英国の統治を嫌い集団で北上を始めた。1835年から始まったこのグレートトレックでボア人たちの集団は入植地を求め現住諸部族と衝突を繰り返した。 1838年2月17日、ウィーネンの虐殺でディンガネは、フォルトレッカーズのピートレティーフをはじめとする250人の、ボア人を虐殺した。12月16日、フォルトレッカーズは、ブラッドリバーの戦いで、ツールー族を撃破し、この地に、ナタール共和国を建国した。戦いに敗れた、ディンガネ王は威信を失い1840年に、 退位位させられ無パンで河川山が,粉が即位する一方、英国は、ボア人の独立を許さず、ナタール共和国へ軍を送り1845年に、これを、ケープ植民地に併合した。不満を持った、ボア人たちは北東へ移動し1852年、バール川以北に、トランスバール共和国を建国する。オレンジ川以北にもオレンジ自由国が建国された。 費用のかかる内陸奥地の統治を嫌った英国政府はこれを承認した。1856年、ズール王国では、ムパンデ王の息子ムブヤジとセテワヨが内戦を起こし、セテワヨが勝利して、正式な王位継承者となった。1872年にムパンデ王が崩御し、セテワヨが即位する。ズール国王となったセテワヨは、 彼のおじ、釈迦の戦術を可能な限り復活させ、さらにはいくつかの部隊に銃器を装備もさせた。彼は、トランスバール共和国との紛争中に、トランス界の古佐族に反乱を起こさせ、セク国を援助したと信じられている。セテワヨは、ナタール原住民問題担当長官、テオフィルス・シェープストンと、信仰があり、英国との関係は、比較的平穏だったが、 ヨーロッパからやってくる宣教師たちの活動は、セテワヨにとっては、不愉快なものだった。彼は宣教師たちには危害を加えなかったが、幾人かの回収者を殺害している。宣教師たちは、英国とズールーの敵対の原因の一つだった。例えば、スフリューダー司教は、セテワヨについて、有能な男だが、冷国で自尊心が強く、残忍で、不誠実である。 これまでの王の中で最悪だと述べている。バートル・フレア・セテワヨ・カムパンで1874年、成功理にカナダ連邦を成立させたカーナー・ボン・白ク,ク植民省は同様の枠組みを南アフリカにおいても実施しようとしていた。この計画のためにバートル・フレアが高等弁務官として南アフリカへ送られた。 この計画の障害の一つが独立した国家であるトランスバール共和国とズール王国の存在だった。1876年9月、ズール王国での女子の大量虐殺に対してナタール行政府は強い抗議を行うが、現地行政府は管轄のアフリカ諸国の問題に対して横柄な態度を取る傾向があった。セテワヨと トランスバール共和国との国境問題も続いていた。セテワヨの友人だったナタール原住民問題、担当長官、テオフィルス・シェプストンは、国境問題で彼を支持していた。1877年に彼は小部隊を率いて、トランスバールへ赴むきボア人たちに独立を放棄する、要説得。これに応じたトランスバールは、大英帝国に併合された。 トランスバールの行政官となったシェプストンは立場を変え、ボーア側の利益に立って、国境問題に当たるようになった。彼は、ズール王国こそ、英国の脅威であると高等弁務官へ報告している。フレアは、ズールとの戦争は連邦化のために必要不可欠で、あると考え、南アフリカ最高司令官、第2代チェルムスフォード男爵、フレデリック・セシジャー中将もこれに同意していた。 だが、1878年に、カーナーボンに代わって植民省となったサー、マイケル・ヒックス・ビーチ順断尺は、ズールとの紛争は、交渉によって解決すべきと考えていた。これは、当時、英軍が、第二次アフガン戦争を戦っていた事情にもよる。植民省にとってはインドに隣接するアフガニスタンの、方が、南アフリカよりも、重要だった。 1878年2月、トランスバールとズール王国との国境問題について報告する委員会がナタール総督ヘンリー・ブルワーによって任命された。報告書は7月に提出され、それはズール側の主張に沿ったものだった。この報告を一方的でボーアに対して不正であると考えたフレア高等弁務官はズールに与えられる土地において、 ボア人が退去するならば、保証を行うべきこと、またもしも残留するならば保護させるべきことを要求した。セテワヨは、英国側の挑発的な態度に気がつき、トランスバール及び、ナタール国境でのズールによる違法行為を認めた。フレアを支持していた、チェルムスフォード中将は1878年2月に、最高司令官となり子佐族との国境紛争に、 勝利していた。チェルムス・フォードは、クリミア戦争とインドでの戦歴があったものの、ほとんどが、参謀将校としてであり、野戦指揮官の経験は乏しかった。フレアは、ナタールのすべての部隊を動員した。本国政府は予想される、ズールーの攻撃からの防衛方針は承認する。11月11日に、チェルムス・フォードは、 ブルワー総督から7000人のアフリカ人を募集する許可を受け、アフリカ兵からなる補助部隊が組織された。1878年、フレアは2人のズールー戦士が2人のナタール女性と駆け落ちして連れ出した、些細な国境審判を口実として、ズールーに対し賠償として500頭の牛を要求した。セテはヨは50ポンド相当の金を送っただけだった。 二人の測量技師が、ズールーに捕らえられる事件が起き、フレアはより一層の賠償を要求するがセテワヨは、再び拒否した。フレアは死者を送り彼の要求を伝えた。トランスバールが英国の統治下に入り、フレアは南アフリカを連邦化するための残る、主な障害は、独立した、ズールー国家であると確信しており、故に、これを破壊すると決意していた。 フレアはこれからの行動が本国政府から指示されないことも予期して事件の詳細を報告することを遅らせておき12月11日にズール側代理人に対し受け入れ不可能な最後通帳を発して31日までに返答することを求めた最後通帳には以下の13の条件が含まれていた測量技師を捕らえた犯人を ナタール裁判所で裁判にかけるために引き渡すこと。上記の犯行及び、セテワヨが裁判所命令に従わなかった賠償として、牛500頭を支払うこと。測量技師への違法行為の賠償として、牛100頭を支払うこと。スワジ族長、ンビリナイをトランスバール裁判所で裁判にかけるため引き渡すこと。即維持の約束を遵守すること。 ズールー軍は解散し、男たちは帰宅すること。従来のズールー軍政は廃止し、英国との相談の上で、別の軍政を採用すること。帰宅した男たちは結婚できるようにすること。1877年に以前に、ズールーに居住していたすべての宣教師と回収者は、彼らが望むならば帰還し、元の住居に住まわせること。宣教師たちは、 説教を許され、教えを望むズールー族は自由に聞けること。上記の条件の履行を監督する英国代理人の滞在を許可すること。宣教師及びヨーロッパ人に関するすべての紛争は、弁務官同席の下で王が公に聴取すること。弁務官の同意なしに、ズールーランドからの追放刑は行わないこと。フレアは、ズールーとの紛争を引き起こすことを望んでいたと。 信じられており、そしてその目的は達せられた。セテワヨは12月11日の要求を拒否して、この年の終わりまで返答しなかった。1879年1月11日に、本国政府からの承認が与えられ、改選は規定のこととなった。第2代チェルムスフォード男爵フレデリックセシジャー中将、ズール戦士セテワヨは回答をせず、 1879年に1月11日に、チェルムスフォード中将の率いる英軍が、本国政府の認可を受けることなく、ズール王国へ侵攻した。英軍は、ヨーロッパ兵1万1300、アフリカ兵5800を有し、5個渋滞からなっていた。このうち、第2渋滞は、ナタール防衛に当てられ、第5渋滞は、ユトレヒト地区に駐留。第1、第3、 第4渋滞が、ズール王国へ進行した。ピアソン大佐の第1渋滞は、トゥゲラ川下流を溶かし、海岸沿いを進軍して、エショーベを目指す。エブリンウッド大佐の第4渋滞は、ユトレヒト地区を出発し、ブラッド川を溶かして北西部を進軍して、カンブラへ向かった。最も強力な第3渋滞は、名目上グリーン大佐の式だが、実際には、 チェルムスフォード自身が率いていた。渋滞は、ロルクズドリフトから進行し、王とウルンディを目指す。ズールー軍は、約4万の兵力で、1500から4000人の、連隊からなっていた。戦士の集団はその規模に関わらず、インピと呼ばれる。ズールー王国の建国者、シャカ王は、猛牛の核と呼ばれる戦術を考案した。インピは3つの集団に分かれる。 ズールー選手は大型の槍を装備しており、戦争の初期には銃器を装備した選手はわずかしかいなかった。これらの銃は主に旧式の雷艦式かマスケット銃であり、しかもズールー国内では整備ができないためにこれらの銃器の状態は悪かった。セテワヨは銃器の重要性を認識しており1878年に 命中精度を上げるための訓練を命じている。開戦以降は露覚した英国の最新式銃を用いている。ズールー軍は兵数と指揮、指導力そして機動性によって兵器の劣勢を補っていた。イサンドルワナの戦いロルクズドリフト防衛線3個渋隊の侵入は妨げられず、1月22日に第3渋隊はイサンドルワナ近くに野営した。 この日の早朝、チェルムス・フォードは、偵察隊を支援するため彼の部隊を分割して、出動した。チェルムス・フォードが、野営地を去った後は、ヘンリー・プレーン中佐が、野営地の指揮を取った。ダンフォード中佐の第二渋隊の一部500人が、到着し、野営地の兵力は、ヨーロッパ兵800、アフリカ兵900になった。だが、チェルムス・フォードは、 夜栄一に防御陣地を構築しないよう命令を与え、そして、ズールー軍の接近情報も無視してしまっており、すべては手遅れとなった。午前11時30分、ズールー軍二万がイサンドルワナの夜栄一に突撃をかけた。猛牛の核と呼ばれる、ズールー軍の三方向からの猛攻を、英軍は支えきれずに蹂躙され壊滅する。英軍は、ヨーロッパ兵八百六人。 アフリカ兵471人が犠牲となり全滅、ズール軍も3000人が死傷しているが、イサンドルワナの戦いは、この戦争中に、ズールが得た最大の勝利となった。23日未明、イサンドルワナから 15km のロルクズドリフトの、電動所跡に築かれた砦の英軍守備隊へ、勢いづいた、ズール軍4000が襲いかかった。 ジョンチャード中尉の守備隊は、アフリカ兵が逃亡してしまい、イギリス兵139人に過ぎなかった。40対1の戦力比にもかかわらず、英軍は奮戦して2日間も持ちこたえ、イサンドルワナから退却してきたチェルムスフォードの部隊が、接近したため、ズールー軍はようやく撤退した。犠牲者は、英軍が、戦死13人、負傷14人、ズールー軍が、 戦士351人。チャード中以下の守備隊、将兵11名に、ビクトリア十字章が授与された。イサンドルワナの敗砲は、白人植民者の間に急速に広まった。彼らは、防備を固めるか、より安全なピーター・マリッツバーグやダーバンへ逃げ出した。英国は、ナタール侵攻を恐れたが、ズール軍はこれまでの戦闘で5000人を失っており、 戦火を拡張させる余力はなかった。チェルムスフォードの第3渋滞が交戦している間、海岸沿いを進むチャールズ・ピアソン大佐式の第1渋滞は、トゥゲラ川を越えにアーザン川で襲撃を試み、待ち構えていた、ズール軍とコゼリアイの後に前進を続け、エショーベの放棄された、電動所まで到着するとここに陣地を構築した。 イサンドルワナでの惨敗を知ったピアソンは、トゥゲラ側までの交代を計画したが、これを実行するか否かためらっている間に、ズールー軍は、英軍の補給路を立ち、エショーベを包囲してしまった。一方、ユトレヒトを出発したエブリンウッド大佐の第4位渋滞は、ズールーラント北西部のズールー族を制圧して、ウルンディ占領を目指す、中央渋滞の前進を援護することが、 本来の任務だった。この目的のために、ウッドは、ズール軍4000人が布陣している、フローベン山から南方10マイルのティンタンズ村に、野営地を構築した。彼は1月24日の攻撃を計画していたが、イサンドルワナの配砲を聞いて交代した。この結果、英軍の進行開始から1ヶ月後には彼ら第4、渋滞だけが有効な軍事力として残るのみとなって、 しまい、このまま作戦を続行するにはあまりにも戦力が不足していた。イサンドルアナの敗戦は、ズール戦争に対する大衆の関心を集めることになり、英本国では報復を求める世論が高まっていた。だが、政府の戦争に対する態度は不明朗なものだった。フレアとチェルムスフォードが巧妙心から始めた戦争であり、政府は乗り気ではなかった。 そのため、セントアルドウィンハク、ヒックスビーチ植民省はフレアに対し、ズールラントの併合を禁止し、改めて交渉による解決を命じた。セテワヨは、すでに交渉を申し出ていたが、フレアとチェルムスフォードは、本国との連絡に時間を要することを良いことに、無視していた。一方、軍内では、イサンドルワナで、屈辱的敗戦を喫したチェルムスフォードを非難する。 声が高まっていた。加えて、ロルクズドリフトの将兵13名に、最高峰賞である、ビクトリア十字賞が授与されたことにも過剰であると、不満の意見があった。その一方で、大英帝国の威信を守り、植民地体制を保つ、ためにはズールーに対して、明確な勝利を得ることも必要であった。それゆえに、本国政府は、チェルムスフォードが以前に求めたよりも多くの、 増援部隊の派遣を決定した。また、東アフリカのアデンからザンジバルと、モザンビーク経由で、南アノダーバンまで海底ケーブルを付設する目的で、ジョン・ペンダーが、利権交渉費として、年額3.5万ポンドの補助金を要求していたが、ヒックス・ビーチ植民省は、要求を飲んだ。セテワヨは、ナタール侵略までは意図しておらず、ズール王国内でのみ戦っていた。 チェルムスフォードは続く2ヶ月間を部隊の再編と新たな進行軍の構築に費やし、まずはエショーベで包囲されているピアソンの救出を図っていた。本国政府は2個砲兵中隊を伴った7個連隊の増援を大支給でナターールへ送り込んだ。3月7日、増援第一陣がダーバンに到着。この期間の3月12日、 リューンズブルクへ向かっていた、補給隊がイントムベ川で襲撃を受けて全滅し、補給物資を奪われている。チェルムスフォードは、ヨーロッパ兵3400、アフリカ兵2300からなる渋滞を率いて、エショーベ救出へ向かった。今回の進軍では、毎晩陣地を構築しつつ進んでいる。 チェルムスフォードは、ウッドの部隊に風呂バネにあるズールーの砦を攻撃するよう命じた。3月28日、風呂バネの戦いでは、レドバース・ブラー・中佐が風呂バネを攻撃したが、ズールー軍本隊2 6千が来園し、衛兵は撃退され、ズールー軍が勝利した。アフリカ人部隊を失った他に400人のヨーロッパ兵のうち、100人が死傷している。翌日、 25000のズールー戦士がカンブラのウッドの野営地に襲いかかった。英軍はカンブラの戦いで持ちこたえ、5時間の激戦の末にズールーは撤退した。英軍の損失は26人、ズールー軍の損失はおよそ2000人だった。これは決定的な戦いとなった。ウッドが戦っている間、チェルムスフォードの渋滞はエショベ米進軍を続けた。4月2日。 重隊は、銀銀泥部の戦いで、ズールーの攻撃を受けたが撃退した。ズールーの損害は大きく、約1200人を失っている。一方、英軍は二人が戦死し52人が負傷しただけだった。翌日、英軍は、ピアソンの部隊を救出し、4月5日に、エショーベを退去した。その後、ズールーはこの地を焼き払っている。 ウルズリー中将軍内でのチェルムスフォードへの避難は強く5月22日にチェルムスフォードに代わりガーネット・ウルズリー中将が公認の南アフリカ軍司令官になることが決定されたウルズリーは過去の植民地戦争での豊富な戦歴があり当時はオスマン帝国から新たに獲得したキプロスの高等弁務官だったそれ以上にウルズリーは1875年に ナタール総督も務めた経験があった。ビーチ植民省は紛争のできる限り早い解決を望み、ウルズリーに武力によらない交渉による解決を含めた全権を与えた。同時にズールラントの併合も禁じている。もはや、本国政府にとっては、フレアの構想していた。南アフリカの連邦化は過去のものとなっていた。ウルズリーは5月30日に出発したが、 認知到着までは3週間を要する。進攻の再開は英軍にとって必ずしも成功は約束されていなかった。カンブラ、ギンギンドロブ、エショーベでの勝利にもかかわらず、彼らは1月の初めに進攻を開始した地点まで後退していた。だが、チェルムスフォードは、自らの軍事的名声と軍歴を守るために、ウルズリーが到着するよりも前にセテワヨの軍隊を、 決定的に撃滅する必要があったのである。より多くの増援部隊が到着するとチェルムスフォードは、部隊を再編し、6月に進行を開始した。クリロックの第一師団は海沿いを進軍。ニューディゲートの第二師団と別動隊は、ロルクズドリフトを越えて内陸部を進みカンブラを経て、ウルンディへ向かった。英軍に焼き払われる、ウルンディ初期の戦闘での英軍の戦死者の一人が、 フランス定位請求者、ナポレオン・ウジェーヌ・皇太子だった。英軍に志願し従軍していた、彼は6月1日に偵察部隊に加わって、出動した際に戦死している。セテワヨは新たに増強された英軍が非常に強力な敵であることを認識しており、和平条約の交渉を打診してきた。だが、ウルズリー将軍の到着が迫っており、チェルムスフォードには交渉の意思は、 全くなかった。彼は、ズールー軍主力を打ち破るべく王とウルンディへ、可能な限り早く前進した。7月4日、砲兵隊とガトリング砲を擁する第2師団とウッドの、別動隊の将兵5317人が、ウルンディ全面に到着。英軍と12000から2万のズールー軍が衝突し、最後の決戦ウルンディの戦いが行われた。 米軍は不評を2列、騎兵と原住民補助兵を内側に置いた砲人を組んで、ズールーの攻撃を待ち構えた。砲人は、ウルンディへ向けて前進し、午前9時に、ズールー軍が突撃をかけた。ズールー戦士たちの波状攻撃は、小銃射撃によってなぎ倒される。ズールー軍が混乱したところへ、騎兵隊が、砲人から出撃して蹴散らした。戦闘は2時間で終わり、 英軍の干渉だった。英軍は、戦士12人、負傷70人だったのに対して、ズールー軍の犠牲者は1500人に及んだ。ズールー軍は改装し、ウルンディは焼き払われた。ウルンディでの敗戦により、ズールー軍は死産し、セテワヨは逃亡する。7月17日、現地に到着した、ウルズリー将軍がチェルムスフォードから指揮権を引き継ぎ、チェルムスフォード、 ブラーそしてウッドは本国へ帰還した。主だった、部族長たちは英軍へ基準を申し出てきた。8月28日に、セテワヨは捕らえられ、ケープタウンへ送られた。ズールー族に対して、彼の敗が宣言され、ウルズリーはこの国の政府の新たな仕組みを作り上げた。釈迦の王族は退けられ、ズールー王国は、セテワヨのライバルだったジヘブを含む11人の、 ズール族首長と白人の冒険者でセテワヨの古問だったジョンダンそれに戦争に貢献したバスト族首長古尾の13地区に分割され、英国による間接統治の大政となった。分割されたズール王国の古地では争いが絶えず、1883年、英国に渡っていたセテワヨの懇願が受け入れられて、福井が実現した。だが、 ジヘブはこれを受け入れずに、セテワヨとの間で内戦となる。ジヘブは、ウルンディに攻め込んで焼き払い、セテワヨは逃亡し、イギリスの庇護に入り、翌1884年に死亡した。同年、セテワヨの息子ディヌズールカセトシュワヨがボア人の力を借りて、共和国を築き、ジヘブに勝利した。ボア戦争中の1885年に、ディヌズールの国は、 ボア人のトランスバール共和国に併合されてしまった。そして残りのズールーラントも1887年にナタール植民地に合併された。ディヌズールーは英国に逮捕され、セントヘレナ島に流された。こうして、ズールー族の独立は失われた。1906年には、バンバサ暴動が勃発し、ズールー族が放棄したが、鎮圧された。 1910年5月31日、イギリスの自治領南アフリカ連邦が成立。日本語版参考文献。ありがとうございます。